はい、皆さんおはようございます、ここはね、なんていうのかな、もう地元のねトレイルというのかな、場所なんですけども、以前ね僕もよくここには来てたんですけども、名前すら実は知らないとこなんですよね。こんな感じでね、すごい綺麗ではあるんですね。でね、去年の年末からね今年の年始にかけて結構雨がねたくさん降ったんで、あのお花がたくさん咲いてるんですね。でそれをね今日はちょっと見ようかなと思って、やってきました。あれこっちじゃないな、人が今入っていこうとしてるところ、あそこからねトレイルに入ります。ここから入ります。もうちょっとね菜の花みたいな黄色い花見えてるでしょう、あれがね結構満開に広がってるんですよね。ここね自転車も来ます。はい、ここから入っていきます。こんな感じ。これ見てください、すごいのどかやと思いませんか。うちからね車でね10分かからないんですよね。もうちょっと走ったらこういうところに到着します。こっちサイドはね、ちょっと花咲いてないですけどもね、この向こうの方にねフリーウェイ走ってるんですよね。でそのフリーウェイはね、405ってすごく僕もよく使うフリーウェイなんですけども、交通量も多くって、激しいね車の音が実は聞こえてます。ここですね、名前がねクエイルヒル、改めて知りました。クエイルヒルっていうところで、このグリーンのねラインがトレイルになってるんですけども、 1.8 マイルやからねだいたい 2.9 キロ、まあ、約3キロですね一周ね。まあ丘をねぐるっと回るような感じなんですけどもね、ほらこんな感じ、すごいのどかいと思いませんか。ここをね、ちょっとゆっくり歩いていきますね。遠目に見るとね菜の花っぽく見えるんですけども、実はね近くに見るとね、まあ、全然違う花なんですよね。ですごいね背丈も高いですからね、僕178センチぐらいあるんやけども、それを優にこれ越してますからね。ほら満開ですね。あっちのね、ちょっと遠いんですけども、あそこね山の斜面にもいっぱい黄色い花咲いてますね。ここはちょっと上りになっててちょっとしんどいかな。結構背丈高いんですよねこれね、ずっと咲いてます。風がねむちゃくちゃ気持ちいいです。実はね来ようと思って来たんではなくってね、さっき映したフリーウェイねこう通ってるとここがいつもよく見えるんですけどもね、この花がすごい綺麗に見えてたんで、急遽立ち寄ってます。
はい、そろそろね出発点に、到着します。いかがだったでしょうか。今日はねこの地元のトレイルを、歩いただけの動画だったんですけども、まあ、すごいいい天気なのとね黄色の花がすごい綺麗だったので、まあ、思いつきで撮ったんですけども、まあ、ちょっとねこう気分転換になって気持ちいい清々しい気分になっていただけたらなと思います。はい、そして今日はこれで終わります。ありがとうございました。